The above picture in Nazca shows some runways and platforms where each line shows a direction to each foothold on the earth. The below one, or lines, in Phelngpan, South Africa, also shows many lines together, many lines which show the direction to each foothold on the earth as well. Both runways work as signposts to each place, such as Avery, UK and Machu Picchu, Peru, for example, here shown. The above one I name here is Nazca method, and the below one is Phelngpan method. 上がナスカ方式の滑走路です。下が南アフリカフェルヌークパン方式の滑走路です。ともに世界の拠点への道路標識でした。それぞれのラインがそれぞれの拠点への方向を正確に示しています。上の方式をナスカ方式と私は名付けています。下の方式をフェルヌクパン方式と私は名付けています。広志林浜松シティジャパン。Spacecom website writes as follows. Mars was known as the fire star to ancient Chinese astronomers, and scientists are still burning with questions regarding the red planet. Even after dozens of spacecraft have been sent to Mars,Much remains unknown about that world. 火星は中国語では火の星と呼ばれていました。今でも火の星で赤い星についての謎の火は今でも燃え続けています。すでに何十もの探査機が火星に送られていますが、いまだに未知のことばかりです。広志林、浜松セリジャパン。火星では次々と新しい発見が繰り返されていますが、新しい発見があるたびにさらに謎が増えるといった風です。ここに紹介している写真はその謎のほんの一部ということになりますが、それでもこんなにたくさんありますが、なぜ謎なのでしょうか。理由は簡単です。謎の大前提が反対だからです。つまりこの太陽系に住む知的生命体は人間だけという大前提です。その大前提で考えるから謎が謎を呼び、わけがわからなくなるのですが、その大前提を一度ひっくり返してみたらどうでしょうか。この太陽系に住む知的生命体は人間だけではないとです。すると全ての謎がそのまま氷解します。つまり謎が謎でなくなってしまいます。この動画の中では林浩司の手法でその謎について考えてみます。もし火星にあるものと同じものがこの地球にあるとしたら、あるいはその反対でも良いのですが、つまりこの地球にあるものと同じものが火星にもあるとしたら、あなたはそれをどう判断しますか。同じものです。長さが500キロ以上、総延長が数千キロから数万キロに及ぶ大運河です。あなたはそれをどう判断しますか。画面を見ながら説明します。
今ご覧いただいているのはミスターエニグマという方の、動画の中に紹介されている火星で発見された奇妙なライン群です。でこのラインがですね、縦の幅だけでも350マイル前後あるというのです。キロに換算しますと560キロです。560キロですよ。そしてそのラインにはですね、このような、まあ、黒いと言いますか、この画面で見るとですね、黒い、まあ、四角のようなものがついています。まあ、これは明らかに人工物ということになります。自然が作り出したものではないということですね。でこのラインは何かということです。皆さん自身の目でしっかりと確認してください。このラインですね。で火星の大地にこのようなものが現在の今も存在するということです。でこれをどう解釈したらよいかということになりますが、これと同じものが実はこの地球にもありました。では皆さんをその場所へ案内します。これは A 宮崎さんという方が私に教えてくださったものです。場所の名前もまだないというその場所にこのようなライン群が集まっています。で私はですね、都王城運河と勝手に、まあ、呼んでいます。この辺りの、まあ、地名がですね、都王城と呼ばれているからです。でこれが A 宮崎さんからの報告です。でこれがですね、まあ、ある学者によるとですね、人工的な大運河であるというのです。そしてその大運河はですね、私のライン理論とも関係していると。でまずその、都王城の大運河を見ていただきます。で向かって右側、東側にですね、大きな川があります。その 川を中心にしてこのような、まあ、ラインが、まあ、走っているというか作られているというか、それは皆さんの判断にお任せしますが、ある現在の今もあるわけですね。でこの幅だけでも2キロ前後あるわけです。そうしたラインがですね、このように平行になりながら、まあやはり500キロ近くにわたって伸びているということです。で総延長が、数万キロということになります。これはもう何て言いますか、自然が作ったとしか言いようがないわけですね。もしこれをですね、人間が作ったと考えてしまうとですね、まあさらに深い深い謎に、まあ、落ち込んでしまうというわけです。で宮崎さんがおっしゃるには、この大運河はですね、左上ティオティワカン、そして右下グレートジンバブエとつながっている、その新直線化といいますか、そのラインと重なるというわけですね。ですからこれは、まあ、人工的に作られた運河と考えるのが、まあ、正しいのではないかということです。でこの運河と同じものが、まあ、火星にもあるということになります。でもう一度確認していただきたいと思います。で都王城運河ということになります。で先ほども言いましたように、まあ、このラインを見てですね、これは人工的に作られた運河であると、まあ、主張している学者の先生もいらっしゃいます。でこれが、まあ、下側になりましたけども、東側に、まあ、湖と言いますが川がありますね。その川からこのラインが伸びているということですね。この長さだけでも125キロあります。そしてこの幅だけでも32キロあります。そういったその、まあ、なんて言いますか、ライン群なんですね。でやや斜めから見てみますと、それが、まあ、先の方まで永遠と続いているということになります。まあ、緯度経度はここに示しておきますから、皆さん自身でご覧になってください。そして地上に降りてもですね、まあ、このその辺りの写真を拾ってみたんですけども、まあ、どこにも運河らしいと言いますか、そうした直線の川らしいものは見えないということですね。まあ、このような、まあ、もの場所なんですけども、遠い宇宙から見ると先ほどのようなライン群となって見えるということです。その、まあ、ライン群に沿ってですね、まあ、このような、まあ、緑と言いますか、緑藻帯と言いますかね、それが、まあ、位置するということです。で大きさを比較してみますね。上が都王城運河ということになります。下が日本ジャパンですね。でちょうど東京から琵琶湖ほどまでの距離に、まあ、同じということです。でこの幅だけでも250キロあるということです。まあ、こうしたそのライン群がですね、この、
総次郎運河を周辺に、まあ、その右上の方あるいは右下の方にもあるということです。でもう一度その総次郎運河に視点を下ろしてみます。でこのある学者によるとですね、この運河がところどころで斜めにね接続されているということなんですね。そうしたところから、まあ、これは自然にできたものではない、明らかに考えように、まあ、人為的って言いますかね、人工的に作られたものであるというふうに、まあ、その学者の先生は判断しておられるようです。まあ、これをですねどう解釈するかということです。ジョン・ジェンセンという学者ですね。でこの先生はこの総次郎のこのライン群は自然によってできたものではなくて、まあ、人為的にね作られた人工運河であると主張なさっておられます。まあ、これをですね人工運河と認めてしまうと、まあ、今までの、まあ、なんて言いますかね、人類史考古学が、まあ、全てひっくり返ってしまうということもあるわけですね。ですから、まあ、考古学者の先生たちや人類学の先生たちは絶対に認めることがない、まあ、事実と言ったらいいんでしょうか、仮説と言ったらいいんでしょうかということになります。で、まあ、検証してみますが、もう一度確認しておいてください。この場所ですね。でここに総次郎ヒルっていうのがあるわけです。で、エイ宮崎さんはここに総次郎ヒルがあるから、この辺りをですね、まあ、総次郎運河と、まあ、呼ぶことにしようということになったわけです。でこの今のその総次郎ヒルなんですけども、まあ、こうした原野といいますか大平原が広がっています。でその総次郎ヒルにはですね、例によって例のごとくこの壁画が残っているということです。まあ何千年とか何万年という年月を経てもですね、このような壁画が残っていること自体も謎なんですよ。現在私たちが使っているペンキにしてもですね、ペンキ会社の方に問い合わせましたところ、まあせいぜい2、30年しか持たないんだそうですが、こうした絵がですね、まあ、それ以上に残っているということですね。そしてここがグレートジンバブエです。私がですね、いわゆるまあ人間奴隷収容所と考えている場所です。そしてティオティワカにラインを引きます。右が、グレートジンバブエ、そして左がティオティワカンです。その直線は先ほどの、総次郎の大運河の真上をですね通るということですね。そしてそのラインはこのようにきれいに重なるということです。まあ、これもライン理論の一つということになります。フェルムクパンのラインと同じ方式ですね。ラインそのものが方向を示しているということになります。右下がグレートジンバブエ、左上がティオティワカンです。そのフェルムクパンにはですね、ティオティワカンからのライン、それからグレートジンバブエからのラインもあるんですよ。でこの総次郎のラインをもう一度しっかりと確認してください。つまりこの上の黄色いラインがグレートジンバブエと、ティオティワカンをつないだラインです。その線と、まあ、真平行になるということですね。で結論ということになります。上が総次郎運河です。その幅はですね、日本の東京から琵琶湖この部分だけでですよ、250キロという、まあ距離があるということですね。まあいくら何でもこれほどまで長くですね、いくらアフリカ大陸であっても、直線が平行に並ぶということは私はありえないと思います。が逆にですね、じゃあこれが人工的かどうかということもこれまた言えないわけですね。あまりにも巨大すぎるわけです。まあ私たちの人間のですね常識をはるかに超えているということになります。でこの総次郎運河と同じものが火星にもあるということになります。つまりこれらの運河はですね、私たちのテクノロジー、人間が持つテクノロジーをはるかに超えるテクノロジーを持ったエイリアンによって作られたということになるという可能性があるということになります。でもう一度総次郎運河とですね火星のライン群と比較しています。左が、まあ、総次郎運河ということになります。その下がですね、これが火星で発見されたライン群です。90度回してみました。そして並べてみました。そして色を落としてみましたが、皆さん自身の目で判断してください。上が地球です。下が火星です。
この赤い丸で囲んだ部分をもう一度見てください。全く同じです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 。もう一度繰り返します。全く同じです。全く同じです。そのラインの幅もほぼ同じと判断できます。これが事実です。で、上がですね、私もですね、運河と判断しています。となりますと、下の火星のライン群も運河ということになるのではないでしょうか。遠い遠い昔、火星がですね、温暖化して、水不足に なりつつあるときにですね、ひょっとしたらですよ、これは私の SF 的な仮説ではありますけれども、その火星に住む火星人たちがですね、懸命に、運河を作り、火星の温暖化を止めようとしたというふうに私は考えています。あくまでも仮説です。そうした仮説を裏付ける、こうした謎の物体がですね、次から次へと発見されているということになります。ともかくも火星のライン群はその向こうに悲しい、とても悲しい火星人の過去の歴史が刻まれているのではないでしょうか。と、またそのように考えることはなんだ不自然ではないと私は考えています。こうしたその謎の物体といいますかね、謎が次から次へと火星で発見されているということです。つまり私たちが持っている大前提そのものが反対だということになるのではないでしょうか。繰り返しますが、この太陽系に住む知的生命体は人間だけだというふうに考えるから、わけがわからなくなるのです。そうではなくて、大前提、つまりこの太陽系に住む知的生命体は人間だけではないというふうに考えると、こうした謎もすべて解けるということになります。つまり今こそ私たち人間は自らの発想を転換して、そしてあえて言うならば、人間はこの太陽系の猿でしかないということを認め、納得し、そして謙虚になることではないでしょうか。人間だけが知的生命体であると考えて、そしてその大前提でこうした謎を考えるから、私は訳が分からなくなるというのです。最後にもう一度この火星のライン群を見てください。これはまさしく大運河ということになるのではないでしょうか。その向こうには火星人の悲しい歴史が刻まれているということになります。 Bye for now. The largest white array man-made, or at least non-natural structure in the world, is in fact an ancient terra formed systems of agricultural aquaculture canals.In northwestern Botswana and northeastern Namibia, north of the Kalahari Desert in southern Africa. Obviously quite ancient, the canal systems no longer provide free-flowing water throughout its 105,000-mile array, but many sections show obvious intention to provide cross-sectional irrigation. Then I would like to ask you to ask yourself which one of us is more stupid,One who says this is a human creation or one who says this is an alien creation. If you claim that this was created by humans, I never hesitate to say, don't be stupid! ボツワナの北西部、ナンビアの北東部、南アフリカにあるカラハリ砂漠の北に、この地球で最大の人工運河があります。人工運河があります。それはまさしく世界最大、農業用に作られた人工の運河ということになります。明らかにそれは古代のものであり、現在は水は流れていませんが、10万5000キロに及ぶ
大運河です。またその運河は互いに交差しながら灌漑システムとして配置されています。で、これからその運河を紹介しますが、あなた自身にこう問うてみてください。これは人間が作ったものという方が馬鹿げて見えるのか、それともエイリアンが作ったものという方が馬鹿げて見えるのかと、もしあなたがこれは人間が作ったものというのなら、私はあなたにこう言うでしょう。バカ言っちゃいけないよ、と。広瀬林、浜松市、ジャパン。では、画面を見ながら説明します。この情報は、A、宮崎さんからいただきました。で、この運河、ツォーティロ運河と名付けます。というのはですね、名前を調べたんですけども、名前がないんですね。ですから、この一番近くにあると言いますか、中心部にあるツォーティロヒルズですね、丘ですね、を、の名前を取りました。で、ここがツォーディロ運河のあるところです。線が見えますですかね。縦にサッ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 と走ってますね。これが人工の運河というわけです。この黄色い幅だけでも 96.5 キロあります。そしてこの縦の長さだけでも 125.1 キロあります。まあ、この長さだけでですよ。そしてこの幅が32キロあります。まあ、その長さを基準にして、まあ、大きさを想像してみてください。で、このツォーディロヒルに、まあ、降りてみますが、宇宙から見るとこのような直線が見えるそうですけども、地上に降りてみてもですね、どこにその直線があるかわからないというような雰囲気ですね。で、これはランダムにそのあたりから拾えるだけ写真を拾ってみました。で、この運河らしいものがあってね、それをまあ判別できるかなと思ったんですけども、そうした様子は全くありません。なあち、この運河はですね、宇宙から地球を見ることができる人によって作られたと私は最初に考えたわけです。そしてその大きさですね、10万5千キロですから、総延長がね。で、サイズを比較してみますと、これがツォーディロ運河の幅です。まあ、端から端引っ張ってみました。その長さはですね、富士山からちょうど琵琶湖の、端までの長さと同じになります。長さが250キロです。この長さにわたって直線のですよ。直線の運河が平行に何十本も走っているということです。で、もう一度このツォーディオヒルに戻ってみます。で、このツォーディオ、そこにツォーディオ運河があるわけですけども、この、まあ、運河と運河の幅が 2.14 キロ。ここがですよ。そして、その次が、この長さが 2.13 キロ。そして 2.08 キロ。まあ、2キロですよ、皆さんね、幅が。そしてこうした運河が平行に、かつ直線に作られているということです。2.26 キロですね。それで、ジョン・ジェンセンという方がですね、この運河の研究をなさっておられます。それで、これはもうマンメイドだと。自然によってできたものではないと。人間によって作られたものだということを主張し、現在はこの運河はですね、世界遺産に登録されています。そして地上最大の人工運河、すなわち、まあ、人工の建造物としては、この地球上最大のものであるというふうに、この、先生は断言なさっておられます。で、その運河の長さが10万5千キロ。はあ、考えてしまいますね。で、この広大な面積に整然と並んでいると。で、かっては、この東側にある川からですね、まあ、水が引かれていたということになりますね。で、検証しています。ここがツォーディロ丘ですね。ヒルズです。で、A 宮崎さんはここが、まあ、なってますか、現場監督のね、中心点ではなかったかというふうにおっしゃっておられます。この丘の上からですね、まあ、現場指揮をしたと。そういうことなんですね。で、これがツォーディロヒルズです。まあ、丘ですね。ヒルズです。で、ここにはですね、大変興味深いことに、実は、壁画が残っているんですね。こうした壁画があちこちに残っています。これが一番目立つ壁画だと思われます。こうした壁画はおそらく、まあ、1万年、2万年という単位以上の年月を経てですね、こうして今残っているということですね。やはり赤ちゃげた、まあ、円を使っているということです。それで、A 宮崎さんのライン理論を紹介します。A 宮崎さんが、このラインを発見してくださいました。グレートジンバブエです。まあ、奴隷の私は、まあ、収容地点であったというふうに考えています。そしてそこからテオティワカンの月のピラミッドに線を引いています。
その下のフェヌクパンにはですね、ティオティワカンの月のピラミッドからの線があるんですよ。まあ、それともかくも、この黄色い線が、ティオティワカンとジンバブエをつないだ、線です。その線と、この運河のラインが平行に走っているところに注意してください。なあち、この運河はですね、正確に、東へ行けばジンバブエ、西へ行けばティオティワカンを示しているということになります。そしてその、新直線下に、この、まあ、なんとも言えませんね、ツォディオヒルズがあるということです。大変こう、なんて言いますか、微妙な石と言いますかね。そしてそこには古代の、超古代の壁画が残っているということです。この黄色い線を見てください。そして運河と平行に走っています。これは偶然とはもう言えませんね。そしてこの運河をですね、もう一度皆さん自分に通ってみてください。10万5千キロですよ。高校バクバクとしたあの大平原にですね、今、まあ砂漠化してますけども、こうした運河を平行に、誰がどのようにして作ったかということですね。いわゆるまあ富士山と琵琶湖の間とほぼ同じである。大工事ですね。まあ何十本も透明高速道路を作ったような感じではないでしょうか。で、これがティオティワカン。左がティオティワカンです。そして右がジンバブエの、グレートジンバブエのグレートインクロージャーです。そしてその新直線下に、ツォディオヒルズがあるということです。そしてその運河は、正確にジンバブエとティオティワカンの方向を向いているということですね。で、これは人間が作ったものなのか、それともエイリアンが作ったものなのか。冒頭で言いましたように、これを人間が作ったというならば、私は迷わずにこう言うでしょう。バカ言っちゃいけないよ。いかがでしょうか。エイリアンの土木技術力についての動画をつなげておきます。どうかご覧になってください。Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story is about West Barai, Cambodia, a giant man-made lake. Wikipedia says as follows. The West Barai is a valley or reservoir at Angkor, Cambodia,oriented east-west and located just west of the walled city Angkor Thom. Rectangular in shape and measuring approximately 7.8 by 2.1 kilometers, the West Valley is the largest valley at Angkor. Its waters are contained by tall earthen dikes. In the center of the valley is the West Meban,a Hindu temple built on an artificial island. Construction of the valley probably began in the 11th century during the reign of King Suryavarman I. アンコールワットの西に西バライと呼ばれる人工の湖があります。大きさは 7.8×2.1km です。大きな湖で11世紀頃に建設が始まったそうです。人工の湖です。が本当に人間が建設したものでしょうか。長さが 7.8km ですよ。湖ですよ。が人間は人間が作ったものだと主張します。正確な長方形になっていますから、自然の産物と思う人はいません。だから人間が作ったと。その可能性はないとは言えません。がこうした湖はここだけを見て判断してはいけません。例えば、バーミヤンには奇妙なダムがあります。これは自然の産物と言われています。人間が作るのは不可能だからです。が本当にそうでしょうか。さらに半角湖があります。日本の琵琶湖と大きさを比べてみました。この半角湖は綺麗な円形を描いています。大きさからしてこれは人間が作ったと思う人はいないでしょう。何しろ琵琶湖よりも大きいのです。現在の土木技術を使っても不可能と思われます。また現在の土木技術を使って作るとしても無意味です。が皆さんはこう言うでしょう。人間が作ったという可能性はないわけではない。だから人間が作ったと考えてどうしておかしいかと。ならばお尋ねしますが、ボリビアのモシオスはどうなのでしょうか。何百と人工湖が並んでいます。大きいのは長さが 20km もあります。20km ですよ。がもしそれが1個だけなら皆さんはこう反論するでしょう。自然の産物だと。が、そうした湖が何百もあり、そして皆同じ方向を向いています。しかも堤防は
幅数十メートル前後です。人工の堤防が築かれています。場所によっては幅が数百メートルですよ。で、その建設方法がカンボジアのバライ湖と大変よく似ています。平地の上に巨大な土手を作り、そこへ水を溜め込んでいます。だから現在では、それが自然の産物と主張する学者はいません。首をかしげています。つまり、人工の湖です。つまり、カンボジアのバライ湖も同じレベルで考える必要があるということです。人間が作ったものというレベルではなくて、人間が作ったものではないというレベルでです。もっとはっきり言えば、まず、負けを認める。認めた上で謙虚になるということです。人間だけがこの地球の知的生物と考えるから、わけがわからなくなるのです。謎の袋小路に入ってしまうのです。もっともだからといって、カンボジアのバライ湖の建設にエイリアンが絡んでいたということにはなりません。それを証明するには、この先いくつものハードルを越えなければなりません。が、ボリビアのモシオスの湖について自然が作ったものであることを証明するのはもっと難しいということです。さらに多くのハードルを越えなければなりません。100歩譲っても、モシオスはいつ誰がどのように作ったというのでしょうか。一方でそれを説明しないまま、人間が作ったというわずかな可能性にしがみついて、カンボジアのバライ湖は人間が作ったものと簡単に断言してしまう。私はそういった姿勢の中に人間が持つ本来的な傲慢性を垣間見るのです。繰り返しになりますが、今こそ人間が負けを認める時期に来ているのではないでしょうか。負けを認め謙虚になる。この地球に住んでいるのは人間だけではないんだよ、とです。そうすれば、つまり視点を逆転すれば、今まで謎だと思っていた謎が向こうから解けてきます。カンボジアのバライ湖も、バーミヤンのダムも、ハンカクも、そしてボリビアのモシオスもです。もしそうでないというなら、もう一度モシオスの湖を見てください。長さが 20km ですよ。どれも綺麗な米粒の形をしています。同じ方向を向いています。数百もあるんですよ。その延長線上にハンカクがあり、バーミヤンのダムがあり、そしてカンボジアのバライ湖があるのです。私はそう考えます。つまり、視点を逆転するのです。皆さんもそこを原点にして、つまり視点を変えて、謎解きを始めてみられたらいかがでしょうか。長い前置きになりましたけど、これがボリビアのモシオスです。同じ方向を向いています。米粒の形をしてますね。で、この部分のモシオスの湖はですね、長さが 4.8 キロ、幅が 2.9 キロです。まあこれ、まあ標準的なと言いますか、このあたりでは普通の大きさの、まあ湖ということになるわけですね。そして土手の幅がですね、数十メートル、あるいは数百メートルあるということですね。それだけの土地を盛り上げて、そして平地の上にこうした、湖が作られているということですね。ご覧ください。平地でしょ？そして周りに土手が盛られて、そして、湖となっているということですね。まあ考えようということになっているわけですけどもね。誰がいつ、まあ、このような湖を作ったかということですよね。しかもその方向がみんな同じというところが気になりますね。ですからもうこれはもう、考古学者の先生たちも、事実をこと認めています。そして、まあ、文献によればですね、首をかしげていると。まあ、そういうことなんですね。もう一度、ボリビアのモシオスを見ていただきたいんですけども、ここにモシオスがあります。ここが重要ですね。すなわちですね、視点を逆転するということはですね、人間が作ったという、まあ下の視点から見るんじゃなくて、人間が作らなかったという逆の視点からものを考えていくということなんですよね。で、こうして、まあこうした、まあ湖ができているわけですけども、綺麗な園になってますが、湖岸に注意してください。綺麗でしょ？スーッとなってます。円を描いたような湖岸をしています。この幅が、長さが 20.7 キロありますからね。皆さんの家の周囲でですね、20キロ先がどこまで行くか、ちょっと考えてみてください。で、これが半角です。半角もはですね、同じように綺麗な曲線してますけども、琵琶湖、同じ高度から見た、まあ同じ縮図ってことになるわけですけどもね。見ていただくとわかりますように、まあ、琵琶湖の数倍って言います。幅だけでも数倍ありますね。そして上の曲線を見てください。これは後でも紹介しますけども、綺麗な曲線なんですよ。まあ、真一直線に近いというぐらい綺麗な曲線となっています。まあ、これ半角も自然のものかということになるわけですね。で、まあ、もう一度、その、モシオスに戻っていますけども、ここが今日のポイントということになるわけですね。すなわち、モシオスはこれは、まあ、いわゆる自然の産物ではない。もし一個ならね、先ほども言いましたように、一個なら自然だって片付けられてしまっていたでしょうね。しかし、まあ、そうした同じコンセプトで作られた、この湖がですね、まあ、数百もあるということですね。大小様々。そしてこれが、まあ、考え用のため池として機能しているということなんです。で、左上がカンボジアのバライですね。そして、
右下がですね、ボリビアのモイシオスです。まあ、同じ高度からやはり見てみました。で、同じ高度で見てみますと大きさがよくわかりますね。すなわち、右下がですね、これは私は人間が作ったものでもないし、自然が作ったものではないというふうに考えています。すなわち、エイリアンですね。となると、左の上のね、カンボジアのそのバライが、まあ、同じように考えて、どうしておかしいかというふうにつながっていくわけです。まあ、続くビデオはですね、それについて作ったものです。どうかご覧ください。Bye for now.